こんばんは、五十嵐れいです。この動画では中京記念の予想をお届けいたします。今回はですね、なんと狙い撃ちの1点勝負で挑んでみたいと思います。はい、もう今から楽しみでございます。ということで今週もよろしくお願いいたします。では今回本命に選びましたのはクラベルです。前走のマーメイドステークスでは最高峰から上がり最速の豪脚を披露いたしまして2着に好走したっていうレース内容は、これをもうね、坂のある阪神コースだったとはいえ、でもとはいえね、ちょっとこれは高い評価ができるレース内容だったなと思います。で、小回りコースの小倉競馬場となることでちょっとね、人気も落ち着くのかなと思っているんですが、その上に斤量がね52キロっていうこのね軽斤量で挑めるのであれば、これはもうね再び馬券圏内に飛び込むと見まして本命に選びました。続いて対抗に選びましたのはアンドラステでございます。前走は久々の競馬となったマーメイドステークスで4着と善戦しておりまして、休養明け初戦のレース内容として問題ない評価ができそうですね。そしてですね、今週の調教は、聞くところによりますと、抜群に動いているということですので、これはもうね頭まで狙える可能性は十分にありそうです。今回は本命に選びましたクラベルと対抗に選んだアンドラステを、なんとここでは馬連1点で勝負してみたいと思います。ということで1点勝負ね、緊張しますね。3連複とか3連単だったらこうどうしてもね、これ2頭だけとかねじゃないから、軸馬選んで相手何頭か選んでっていう形なんですが、だからこう基本的にはこう軸馬だけを集中して見ているっていうね感じなんですよ、私レース見るのは。だけれどもね、今回も1点勝負なんで、同時にこう2頭をねこう結びつけながらこうなんて説明したらいいんですよ、こうセットでこうね応援しないとダメってことですよね。1着2着なんでね、生まれんなんで。はい、ちょっと緊張しますが、ここちょっと集中して応援したいと思います。今週はですね、この中京記念とあと函館記念の予想も公開しておりますので、お時間がございましたらぜひぜひそちらもご覧ください。はい、ちょっと先週私皆さんと一緒にね競馬楽しむことができなかったので、でも今週はちょっとね一緒に楽しみたいと思っておりますので、もしよければ予想がありましたら書いていってください。よろしくお願いいたします。では皆様一緒に競馬楽しみましょう。ではまでご視聴いただきありがとうございました。五十嵐れいでした。